今回はね、このタイガーナッツっていうののね、育て方っていうのをね、やっていこうかなと思います。とは言ってもそんなに難しくないみたいなんだけどね。で、なんかね、スーパーフードっていうことでね、なんかハリウッドのセレブが食べてるだとか飲んでるだとかよくわかんないですけど、そんな感じでね、話題になったみたいですね。で、このタイガーナッツね、ナッツっていう名前になってるんですけど、実際にはね、ナッツじゃなくてこんな感じでね、地面の中に実がね、たくさんできるような植物になってます。で、まあ育て方はね、そんなに難しくないっていうことなんですが、逆にね、育て方はね、あんまり出回ってなくてね、どうすればいいのかなという探り探りなところもあるんですが、別にね、とりあえず植えれば育つみたいな感じみたいです。そんなにね調べてるわけじゃないんですが、まず水はけをね好むっていうことなんで、水はけのいいところに植えてもらうといいのかなと思います。有機物をね多く含む土っていうよりは砂地とかをね好むみたいなので、砂地とかでもね十分に育てられると思います。というかむしろ砂地の方がいいみたいですね。で、一般的なね家庭菜園での育て方っていうことになってくるんですが、まあ別にねプランターで培養土を入れて育てれば十分に育つということみたいです。で、農薬なんですが基本的に病害虫がほとんどないらしいので、まあ農薬をね使う必要がないという感じみたいです。で、まあ砂地のね培養土ね、川砂とか買ってきてね作ってもいいと思うんですが、まあ普通のね培養土でも十分によく育つということなので、まあ水はけだけね注意してもらえばいいのかなと思います。で、今回はね自分は、黒土の焼き土と赤玉土というか赤土の焼き土かな、赤玉土と、バーク堆肥と、で今回はね水はけを好むっていうことなんで、もみ殻堆肥ですね、もみ殻堆肥を混ぜて水はけとかね通気性を良くしてね育ててみようかなと思います。もしもみ殻堆肥がね手に入らないっていう方だったら燻炭とかねそういうものを使われるといいんじゃないかなと思います。で、育て方なんですが、まあいろいろねインターネットとかでも見たんだけど、書いてることが結構まちまちでね、90日から100日ぐらいで収穫できますよっていうところもあったりだとか、これのねタグの裏には、4、5ヶ月後だから30日とした時に120日から150日かぐらいで収穫できますよというふうに書いてあります。で、目安がこの葉っぱが茶色く枯れたらということみたいですね。なので、まあ枯れてきたらね収穫するっていう感じでいいのかなと思います。で、であとはね日当たりを好むぐらいしか書いてなくって、まあ日当たりのねいいところに植えておけば大丈夫なのかなというところですね。で、まあこうやってね見てもらったらわかるかな、こっちの方がわかるかな、一株からね分結してたくさんね増えてるように見えるので、プランターとか鉢植えっていうのはどうなんだろうな、まあ別にそんなに大きいもの、まあある程度大きさはいると思うんですが、普通のね大きめの、まあ、15鉢とかそれぐらいでも育つと思うんですが、まあできるだけね大きなものに植えた方がたくさんね取れるんじゃないかなという気はしてます。で、自分は今回は40センチ角ぐらいかなのプランターにね植えてみようかなと思ってます。まあ1回目チャレンジするとかだったら7号鉢8号鉢ぐらいのね大きめの鉢でもいいのかなという感じはしてますね。ただ8号鉢ぐらいで、限界なんじゃないかな。で、あとはね、そんなにね肥料はいらないっていうことなんで、元肥も追肥もねそんなにたくさんいらないっていうことみたいです。だからね、まあ水はけの良くて日向のところに植えておけばとりあえず育つよということみたいですね。
まあ自分もね今回初めて手に入れたのでまだね探り探りなんだけどね。でまたね翌年とか育てるときはこの海系なのかな海根なのかなわかんないけど、これをねいくつか取っておいてまたね種まきじゃないけど、まあ、植えておけば出てくるっていうことみたいなんでね、まあ来年はね引き継いでこれから育てていこうかなと思います。まあ栽培期間はねまあ割と長いんですが、夏の間のね植物って葉物とかもありますけど鳴り物とかが多くてね結構栽培期間が長いものも多いので、まあそんなに邪魔になるっていう感じはしないんじゃないかなと思うんですけどね。まあ自分もね今回初めて育てるんでね、まあとりあえずチャレンジっていうことでねやってみようかなと思います。で今回ね最後になっちゃったんですけど、このタイガーナッツねどこで売ってるのっていう話なんですが、これねなかなか売ってなくてね、自分は今回地元のね種苗店っていうね農家の方がね使うお店でね見つけたんですが、2年ぐらい前はねイオングループの園芸コーナーとかにあるとかっていう話があったりだとか、まあいろいろね聞くんですけど、ホームセンターでは見かけたことないですし、でイオンでもねまあうちから近くはないんだけど、まあ自分ところから行ける距離にあるイオンっていうのはなかったには置いてなかったかな、2年前もね。だからね自分もたまたま今回見つけてね飛びついて買っちゃったんだけど、なかなかね売ってないので、見かけたらね買うっていう感じでいいんじゃないかなと思います。まあ今の時期ね出回ってるみたいなので、まあもしね欲しい方いらっしゃいましたらね、あちこちね苗を売ってるようなところ行ってみるといいんじゃないかなと思います。まさかね自分もこれ種苗店に置いてると思ってなかったんでね、ちょっとびっくりしちゃったんですけどね。ということでね、今回の動画参考になったとかね、面白かった、また見たいっていう方はね、グッドボタンとかチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。コメントの方もね、いただけると嬉しいので、気軽に書いていってください。